休憩前に引き続き会議を開きます。市側の答弁からです。はい、安倍市長。それでは岩永議員の質問にお答え申し上げます。1の括弧1の丸1についてお答えします。多摩市都市計画マスタープランでは多摩センター駅周辺地区を広域拠点と位置づけており、まちづくりの基本的な方向性としては多摩市の顔となる商業業務地の形成を図るとしています。もともと多摩センター地区は昭和40年12月に多摩ニュータウン開発が都市計画決定した当初から商業業務公益施設等を計画的に配置する土地利用計画でした。昭和49年に京王線が、昭和50年には小田急線が多摩センター駅まで開業し、その後駅周辺には順次商業業務施設の建設が進んできた経緯があります。また東京都の上位計画においても平成2年に多摩地域の自立首都圏となる多摩自立首都圏となる多摩の鍵新受けとして育成する地区として指定され、平成14年には八王子立川と並んで業務核都市として位置づけられました。これらの経緯を踏まえて多摩センター駅周辺地区は発展してきており、商業業務文化交流施設をはじめ医療福祉教育学習支援といった生活サービス機能などの集積を図ることで多世代に魅力的な拠点を形成することをコンセプトとしています。丸2と丸3について合わせてお答えします。町並みの景観は町づくりに関わるあらゆる人々により長い時間をかけて形成され熟成していくものと認識しています。多摩センター地区においては多摩ニュータウン全体の中心地であり多摩市の顔として一定の考えの下で進出企業者等の理解と協力を得ながら調和の取れた景観形成を目指してまいりました。ご質問のあった風格のある都市型の景観とは俗に言うペンシルビルのような小規模開発を抑止し、計画的な大街区による建築物の壁面線や軒高の統一、無電柱化屋外広告物目立たない景観であり、これまで多摩センター駅周辺で市や UR 都市機構が誘導してきた景観であると考えています。また文化の香りのする景観づくりとは遺跡庭園、縄文の村や多摩中央公園内の古民家など地域の歴史や文化を伝える資源を保全活用することで景観に対し深みと個性を加えていくことであると考えています。括弧2の丸1についてお答えします。多摩ニュータウン開発の中で昭和62年に建設されたパルテノン多摩にはさまざまな地域から移り住んできた新旧住民の融和を図るという課題がありました。パルテノン多摩はこの課題に対し市民の自主的な文化活動を通しての交流を支え、コミュニティの醸成を図ることにより対応してきました。このことから新しい文化の創造と発信とはまさに全国から集まった市民同士の交流によってもたらされる多摩市らしい文化の創造であり、またその文化が市内外に広がっていくことと考えます。このテーマはニュータウン再生という中では今後も継続するテーマであり、第5次多摩市総合計画第2期基本計画においても言及しているところです。丸2についてお答えします。多摩市文化振興財団の設立収支書には丸1で申し上げた課題を踏まえ、市民文化の向上及び振興のための事業を推進し、これらを通して市民の自主的な文化活動の促進を図り、多摩市にふさわしい市民文化の創造に寄与するという役割が示されています。文化振興財団はこれに基づき市民大工演奏会、バレエコンクール、多摩ユースオーケストラ、シネマフォーラムなど市民の自主的な文化活動を支援し、これらの活動は全国に発信できるような文化活動として発展してきました。また直近では劇場音楽堂等の活性化に関する法律、いわゆる劇場法の趣旨を踏まえ、親子ペアチケットの導入、障害者やその家族、一人親家庭を招いてのコンサートなど、誰もが文化芸術に親しめる機会の提供を推進しています。これらの評価として、平成28年度の財団自主事業が
文化庁の劇場音楽堂等活性化事業の補助対象とされたことは大きな成果であり、この方向性をより明確化し、市民の理解を得ながらより積極的かつ継続的に実施していくことが課題であると考えています。かっこさんの1についてお答えします。文化振興財団が本年7月27日および同月31日に実施した利用者懇談会には45団体50人の参加をいただき、施設設備と運営の両面において意見をいただきました。アンケートについては143通の回答があり、施設のバリアフリー化、トイレの改善、ホールを使う側、鑑賞する側からの指摘、老朽化の改善、練習室やリハーサル室など活動の場の充実要望などがありました。丸2についてお答えします。文化振興財団のアテナ会員に対するアンケートについては296通の回答があり、主催事業の内容、施設内での飲食に関すること、財団スタッフの接客に関すること、駐車場などの利用料金に関する要望などが主な内容でした。丸3についてお答えします。文化振興財団が実施した意見聴取については、主催事業ごとのアンケートや貸し館事業の使用報告書に記載される意見などのほか、館内のテナントであるレストランから設備面、運営面での意見も聴取しています。また今後は博物館来場者を対象として常設展示、マジックサウンドルーム、キッズファクトリー、4階廊下の展示などへのアンケートを実施することを検討しています。丸4についてお答えします。現在基本計画策定委員会を4回開催しており、今後月1回から2回のペースで来年1月までに全10回を開催する予定です。また本年10月から11月にかけて若い世代の意見収集を目的としたワークショップを予定しています。さらに補正予算で計上しておりますが、学識経験者と市民を交えたシンポジウムを開催し、今回の計画内容を説明する中で来場された市民の方から意見をいただきたいと考えています。これらを踏まえ、平成28年第4回多摩市議会定例会では基本計画括弧素案受けについて報告をしますが、同時にこの案に対するパブリックコメントを行い、来年1月に開催予定の基本計画策定委員会において基本計画括弧案受けを取りまとめたいと考えています。岩永久香議員、はい、ご答弁ありがとうございました。まあ、今回私は別に目新しいことを質問するわけではなくて、さすがにですね、6月定例会の時と同じようにパルテノン玉の大規模改修についてというふうにやるのであれば面白くないなというふうに思ったので、ちょっとね、違った観点から質問したいなというふうに思いました。で、特に3月、この3月の予算議会の時には、私たち議会としても多摩センター地域のさらなる活性化に工夫をしてほしいというような注文もつけておりましたので、そこと関連して、タイトル 自体は、多摩センターの、グランドデザインをどう描くのかというふうなことでタイトルをつけたんですが、中身は 90% パルテノン多摩のことだと受け止めていただいて、お答えいただきたいかなというふうに思っています。さて、私先ほども言ったように、6月定例会以降ですね、今まで何やってきたのかっていうことをただ単に確認したいだけなんですよね。そんな6月から、ね、今までの間短期間だからそんなに進むわけないよっていう言い訳はことですね、今回示されているスケジュールを考えますと、パルテノン玉の大規模改修についてはそういう言い訳は許されないというふうに私は考えているんですが、まずその認識からお答えをいただきたいと思います。東島クラシト文化部長。その辺のところにつきましては6月以降策定委員会を立ち上げて、またパルテノン多摩財団の協力を得て、アンケートあるいは利用者の懇談会を開くというふうなことでいろいろな作業を進めているところです。当然そうした中で今のところ基本計画の策定とそれ以降の基本計画の策定に向けて鋭意努力をしているというところでございます。
今後も当初のスケジュールにのっとって努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。岩永議員、はい、やらなければいけない内容、それからですね、今回、通告を出した時点ではまだ大掴みのコストも示されておりませんでしたけれども、その後80億円というふうな金額も示されました。この中身のことについては、先般の千尋議員がかなり丁寧にやり取りをされていたと思いますので、私自身はあまりここのことについては突っ込むのをやめようというふうに思っていますが、いずれにしてもですね、一つ一つの答弁については言い訳は決して許されることがないというふうに私は思っています。しかし今市民の間では何が問題かっていうと、一体行政が何を考えているのかわからない、まちづくりの思想が見えてこないっていうようなことが話題になっているんじゃないかなというふうに思っております。井口さんの先ほど の質問の中では、ダブルスタンダードだっていうふうな指摘もあったっていうふうに思っておりますけれども、まさにですね、今問題なのはきちんと皆さんがこの短期間の中で80億円のコストをかけてでもやり抜かなければいけないパルテノン多摩の大規模改修と、あるいはそれにつながってくる多摩センターの活性化のことについて、きちんと市民あるいは私たち議会を説得しなければいけないというふうに私は思っています。ところがですね、残念ながら千尋さんや井口さん の質問ですね、第一答弁はね、なるほど最初から準備してますから、なるほどなるほどって聞けるんですけど、再質問以降聞くとですね、何言ってんだかよく分かんないなっていうのが正直なところで、聞けば聞くほど分からなくなってしまいますので、私もちょっとね、これ以上再質問するのやめちゃおうかななんていう気分にもなってしまうぐらいなんですが、そうは言ってられませんので、とかくですね、今日も皆さんぜひ傍聴している市民の方、あるいはインターネットを見ていらっしゃる方とから見ていらっしゃる見られる方もおられると思いますが、その方に向けてぜひね、理解される答弁をお願いをしたいというふうにまず思います。その上で先ほど来お話をしました、再質問先からずっとこのパルテノン多摩や多摩センターの活性化についてのいろんな議会で の今回の定例会でのやり取り、私の理解不足なのかもしれませんけれども、非常に分かりにくい、おそらく誰も理解できていないとすら私は思ってしまうんですけれども、副市長はそちらの席でですね、議員と部長とのやり取りなんかを聞いていて、どのような印象を持たれたのかお尋ねをしたいと思います。長尾副市長、非常に答弁が分かりにくいんじゃないかというご指摘だというふうに受け止めました。確かに今回さまざまな面でちょっと準備不足の部分があろうかと思います。お答えするのに十分な数字的な根拠、そういったものを整えていないんじゃないかというようなことかと思います。こういった部分について私どもの方が所管の方にですね、十分なその検討ができるようなちょっと体制を作れなかったという部分についてはですね、これは私どもの責任でございます。反省をしなければいけないところかなというふうには考えております。岩永議員、私はですね、そのことについてはもう6月定例会の時にすでに予言をしておりまして、この短期間の中でですね、今の人員体制でこのことに取り組むのは難しいよっていうふうに言っていました。でだからもし難しいというふうに分かった段階では、ちゃんと組織体制も整えてほしいということをお願いいたしておりまして、その時総務の部長からもですね、きちっと必要な時には考えていくよというお答えをいただいていたということだけここでは確認をしておきたいというふうに思っています。行政の皆さんは私たちに対してやっぱり正確な情報を提供して、ちゃんと正しい判断ができるようにしていかなければいけないというふうに思っているんですね。で、井口さんも遠藤千尋さんもそのことを求めているし、おそらくこの議場にいる皆さんも市民の皆さんも同じことを求めているんだというふうに思っています。私たち議員は行政と同じように、市長と同じように市民に対して説明をする責任を負っている。ですのでやっぱりそこを外さないでちゃんと答えていただきたいですし、今回についても一体誰のためにパルテノン多摩の大規模改修をやるんだ、そのことを念頭に置きながら、第一答弁から再質問していきますのでお答えをいただきたいというふうに思っています。さて多摩センターなんですが、私は都市計画マスタープランからちょっと引いて具体的なコンセプトをお尋ねをいたしました。多分これは先ほど私の前に発言をされた井口さんと同じように、
まあ、トータルデザインどうなってるのっていうこととも相通じることかなというふうに思っています。先ほど答えの中では、まあ、多世代に魅力的な拠点を形成することがコンセプトだよというふうなことで、まあ、ずっと多摩センターは変わらず多機能複合都市というふうなことで歩んできたと思うし、これからもそのコンセプトをもとに各いろいろなセクションが頑張っていくんだろうというふうに思っています。ということで、まず今ここで一番大事なことは、多世代に魅力的な拠点を形成するために、多摩センター地域がそうなっていくために、パルテノンは一体これまでどんな役割を果たしてきたのかということを検証することだというふうに思っていますが、そのことについてはどのようにお考えなのかお尋ねをしたいと思います。東島クラスト文化部長。パルテノン多摩は今までですね、まあ、30年間の歴史の中で、いろいろな事業の展開を行ってまいりました。そういった中で、今ご質問にあったような内容につきましては、やはり市民と向き合う中で醸成をされてきたというふうに思います。パルテノン多摩につきましては、まあ、数字的なところで申し上げますと、何度か申し上げますとおり、大法令につきては約半分が市民の利用というふうな形になっております。そうした活動を支え、あるいはそうした市民と一緒に作り上げてきたというふうな歴史がですね、やはりパルテノンの歴史であったかというふうに感じております。もちろん鑑賞事業もそれと合わせてやっているわけですけれども、重要な部分はそこであって、今後ともその重要性は変わらないというふうに思っています。岩永議員。はい、今ね、市民と向き合う中で醸成されてきたということなんですが、皆さんがおっしゃってることちゃんと部長聞いてると思うんですけど、皆さんはね、先ほどの井口さんの答えもそうだし、遠藤君もそのこと指摘してると思いますけど、30年の歴史もあるのに廃止しろっていう声が聞こえてきてるわけです、私たちのところには。そのことに対する、まあ、言い訳じゃないですよね、ご説明いただきたいわけですよ。なんでこうやって一生懸命パルテノンが30年も歴史を積み重ねてきたのに大規模改修やるよと。ちょっとコストのことは別ですよ、そこは置いといても、いや残してって、ぜひ残してっていう声が聞こえてこないんでしょうか。お答えいただきたいと思います。東島部長。その辺につきましては、まず一つパルテノン多摩の発信力、そういったこともあると思います。そうした多摩市民に対してどういうふうな事業を展開してきたかという、そうしたことの発信力、そうしたことと、あともう一つは、やはりそのパルテノン多摩がですね、目指していたもの、要するに、まあ、どういうふうなことで申し上げた、ちょっと言葉的にはあれですけれども、文化行政の中の一つを担っているんだという、そこのところの認識をですね、広くまだ市民の方と共有するというところまで、行っているのか行っていないのか、その辺のところの問題が私はあると思っています。ですので、パルテノン多摩のそういった発信力とともにですね、やはり、パルテノン多摩が担うべき役割のところの市民との合意、そういったところもやはりなかなかこうパルテノン多摩の賛同といいますか、そういったところの言葉に結びつきにくいのではないかなというふうに考えております。岩永議員。今ね、市民とかと文化行政を担っている認識に、まだまだ認識がその教育化されていないというふうなお答えがあったかなと思うんですが、そのことについては後で指摘をしたいなというふうに思っています。まずですね、私は多摩センターの問題については、やっぱりですね、すごくいいその多機能複合型というふうなところをコンセプトにした、都市計画が引かれているわけですよね。でもその都市計画があるだけで活性化しないわけでしょ、町は。なぜ活性化をするのかっていうと、やっぱりそこに立地をしている事業者、事業、会社も含めて、それから公共施設、あるいは、そこに集う人々、そういう人々がやっぱりここの町に集まってくる、そして何か活動していくということが、活性化につながっていくわけですよね。それで平成15年、あの時は確か多摩センターが非常に地盤沈下をしていて、
いわゆるサンリオピューロランドもいなくなるかどうかみたいな、そういうこともあったのかなっていう、その時期に多摩市は多摩センター活性化推進室を作りました。でその時に一つの方向性っていうのは、行政が直接活性化施策を施行するのではなくて、さまざまな主体と共同して活性化事業を推進していきましょうという、そういうふうに方向転換をしているわけなんですよね。でその方向転換のもとに設置をされたのが、まあ、それまでは親睦会だったんですが、多摩センター地区連絡協議会というふうなものであって、そこのパルテノン多摩は一員ではないかなというふうに思うんですね。で今回皆さんがパルテノン多摩も含めた、ね、活性化というのを考えるときに、市民にとってどうかという声はすごく聞こえてくるんです。ところが、じゃあ多摩センターに立地している事業者、会社、こういった方々はパルテノン多摩をどう捉えているのか、そういった意見はこれまで聞いてきたのかについてお尋ねしたいと思います。木南市民経済部長。多摩センター地区の連絡協議会ということで、こちらのまあ設置目的、まあ快速にはございますけれども、とまあこの協議会、公正団体の相互の交流及び連携を推進し、多摩センター地区の自転車歩行者専用道路、括弧以下ペデというを活用して、多摩センター地区の活性化及び経済振興に寄与する事業を行うことを目的とするというふうにしてございます。平成28年度の時点で、正会員として30社、それから参助会員ということで9社、また市も別の形で、別枠という形かもしれないんですけれども、参画しておりますので、構成とすると約40という団体で行ってございます。またパルテノンの関係のところも含めてなんですけれども、こちらの協議会、定期的な意見交換の場がございます。そうした中で市も参画する中で、パルテノンの改修のことなどについても、まずはところですけれども、情報提供ということでさせていただいたところでございます。岩永議員。ではその情報提供をされて、その会議の中ではどのような反応があったのかお尋ねをしたいと思います。藤波部長。まず情報提供の段階というところですので、今後どういうふうになっていくのかも含めて、それからのところが関心どころかなと思ってございますので、それをもって直ちにどうだこうだという形の意見交換ではなかったという認識でございます。岩永議員。ぜひそれをまず、一歩深めたところで議論していけるようにしていただきたいということをまずお願いをしておきたいと思います。と申しますのは、私6月定例会の時にの答弁でいただいてるんですね。暮らしと文化部長がどういう多摩センターのイメージ戦略でいくのか、そうしたしっかりしたビジョンが必要であるって言ってるんですよね。しっかりしたビジョンってその内容は何なんでしょうか、お尋ねしたいと思います。東島暮らしと文化部長。先ほどパルテノン多摩の周辺の施設の連携ということで申し上げましたけれども、要はパルテノン多摩単独ではですね、やはり力が十分にその活性化というところは発揮できない。やはり周辺の例えばサンリオですとか、あるいはベネッセですとか、あるいは周辺の施設、そうしたところとですね、やはりいろいろ事業連携、あるいはそうしたことをもってやはり盛り上げていく、そういう必要があると思います。そうした際にですね、やはりそのパルテノン多摩が独りよがりになるということではなく、やはりそうした周辺の事業者さんとどういうふうにそういったことに取り組んでいくのかということを改めて考えていく必要があるのではないか、そういった中で少しずつビジョンも形成されていく必要があるのではないか、そういったことでそういうご答弁をさせていただいたところでございます。岩永議員。なんかそういったことがどういったことか全然わからないんですけど、私が申し上げたいのは、今ね、そういったことっておっしゃいましたね。多摩センターがどんなイメージ戦略でいくのかということを、まさにですね、先ほどお話をしたように多摩センター地区連絡協議会、その人たちは言ってみれば多摩センターのペレ、ね、もうそういうことを含めて全体そこの地域を活性化させましょうっていうソフトを担う団体の一つなんですよね。そことちゃんと議論したらどうですかと
イメージ戦略も含めてというふうなことをお話をしているわけですよ。で、今お聞きしてもね、市民経済部長が立ったり、クラフト文化部の、ね、部長さんが立ったりしているわけじゃないですか。こういったことね、一体多摩センター地域全体どうしていくのか。先ほども多分伊地さんが言おうと思ったのは、例えばパルテノン多摩と公園を挟んだ向こう側にある図書館との一体性をどうつないでいくのかという議論だったりとか、じゃあグリーンライフセンターや古民家も含めて多摩市の文化っていうのはどんなふうに育んでいくんだろうかとか、私は登壇でストーリーが全然見えないというふうなお話もさせていただいたと思うんですけれども、まさにこういったことを今パルテノン多摩の大規模改修がスタートになるわけで、ここからどう進めていこうかっていうことをちゃんと議論しなければいけないのではないかということなんですよ。でそれは町内にもね、施設更新会議ですか、そういうものがあるとか経営会議があるとか、そんなことをおっしゃってましたけど違うんですよ。さっき少し申し上げたけれども、活性化というのは行政がもう直接やらない、そこにいる事業者さんと共同してやりますよっていうことを言っているのであれば、なおさらのことをそういう場をきちんと作って具体的にどう取り組んでいくのかということ。例えば私は東南ではオリンピックというふうなところでは、そのスポーツだけではなくてアートプログラムもありますよっていうふうなことを例に出して言ったけれども、一つそういうものをキーワードにしながらどういうふうにアクションプランを作るのかっていうことも考えられるでしょう。あるいはこの間遠藤千尋さんが言ったように、街全体が劇場になれる、そういうでコンセプトで、そういうこうキャッチフレーズでもいいわけですよ。そういうふうにするためには各事業者さんがどういうことができるのかということをまさに話し合うような場所、ここを作るべきではないかというふうなことで、私は上野公園の上野の森のワーキングチーム、ワーキングの会議の事例をお伝えしたかと思いますけれども、こういった私の提案、あらかじめお伝えをしておりますので、ちょっと皆さんもわからないと思うので、どういう内容かということを解説していただくとともに、皆さんは私が話し合って、あるいは伊地さんが求めているようなもっとトータルでデザインをしようよ、多摩センターのコンセプトを作っていこうよ、こういった議会側からのこの活性化に向けたストーリー作りというふうな観点に対しては、どのように取り組んでいくおつもりなのか、もう一度確認をしたいと思います。東島クラスター文化部長。上野の森につきましては、事前にちょっとご資料をご提示いただいたところでございますけれども、ここにつきましては、もう皆さんご案内のとおり、博物館があり、上野動物園があり、美術館がありといった中で、地元の、商店街の皆さん、そういったところが、上野の文化の森ということでどういうふうにこれを活性化させていこうか、そういうふうなイメージ戦略も含めてですね、検討をされているというふうに伺っております。そうした中で中間報告という形でまとめられたというふうに認識をしております。パルテノン多摩とおよびその周辺、そうしたものをどういうふうにまた活性化させて構築していくかというところの問題につきましても、やはりこれを全くなぞるということでもないんですけれども、やはり同じような手法が必要かなというふうに認識をしております。その手始めの中ではですね、行政内部でその辺のところ手法も含めてですね、しっかり議論をしていく必要があるのかというふうに考えているところでございます。岩永議員。分かりました。一定程度じゃあその上野の森の取り組みのやり方については理解していただいたということですけれども、しっかり議論していくといっても時間がありません。いつまでにその議論をし結論を議会に報告するのかお尋ねをしたいと思います。東島部長。この辺の考え方につきましては、まだ先ほど第一答弁にもありましたように、町内のところの議論が始まったばかりでございますので、その中で整理をさせていただきたいというふうに考えているところでございます。岩永議員。先ほどお話をしました冒頭で、短期間でやるんですよこれね。今から始まりましたからこれからですなんて言ってられないでしょって、そんなことは言い訳にしないできちんと答弁をしてくださいというふうに申し上げました。もう一度お答えをいただきたいと思います。長尾副市長。
今のお話、まさしくこれからどういう運営を目指していくのか、3月の時点だったと思いますけど、マスタープランというような、あるいはグランドデザインという、今回はグランドデザインという言葉が使われていますけども、そういった言葉がありました。で、その言葉で言っちゃうと、どうしてもその構造、都市の構造やなんかをどうやって変更していくのかというようなイメージに引っ張られてしまって、私もそういう趣旨の答弁をいたしました。マスタープランそのものを変える予定はないよというようなお話をしました。ただ、今のお話というのは、まさしくその運営の話だと思います。街をどういうふうにやって主人公たる市民あるいは企業と一体となってここの街を盛り上げていくかっていうその方法論だと思います。で、それは3月の時点でもお答えしておりますけれども、やっぱりこれは時間がかかることだと思っています。したがって、今回、今検討委員会の方では、後半の5回は今パルテノンの運営の話をするというふうに、官としての運用の話をするというふうに、予定は立っておりますけれども、その街づくりの話ということになったり、あるいは今並行して進めてますけれども、都市再生整備計画の中ではまさしくおっしゃられたように、沿道の方が何ができるか、あるところはこうオープンカフェであったりということもあるでしょう、あるいは清掃活動を自分たちのところでやろう、あるいはこんなイベントができないか、いろんなアイデアが出てくると思います。で、そういったものを取りまとめて、都市再生整備計画では差し当たりハードに影響するところということでの取りまとめですから年内にまとめますけれども、その先の多摩センターのイベント、あるいは活性化方策というものについては、後半以降来年度にかけてもですね、議論していく必要があるというふうに思っています。ちょっと時間はこちらはかかると思いますので、まとまったものというよりもですね、その時々に必要なもの、こういったものが今必要なんじゃないか。例えばアートの話もされました。で、そういったものについてもですね、気を捉えて、そういったものを取り入れられるかどうかということをやはり検討していく必要があると思います。変わらないものと、それから時節に応じたもの、これをちょっと使い分けていく必要があるというふうに考えております。岩永議員。しっかり議論していくということで時間はかかるということなんですけど、要は町全体をどうプロデュースしていくのかという話だと思うんですよ。で、一番ね、今肝心でここだけは絶対お答えいただきたいんですけど、この町全体多摩センターをね、ちゃんとプロデュースしていかなければいけない。パルテノン多摩はパーツですよ、一つの、はっきり言ってね、パーツの議論、グリーンライブセンターもそう、公園もそうだし、図書館なんかもみんなそうなんですよね。そのプロデューサーとなるのは一体誰なのか、そしてまた町内でこのプロジェクト全体を進めていくときの責任者は誰になるんでしょうか。長尾副市長。はい、プロデューサーという話でございます。まちづくりを考えるという話をするときに、やはり主体は市民というところのキーワードが外せないと思います。ただそれをその必要な市民が議論するのに必要な材料を提供したり、あるいは行政執行といった部分については当然私ども市行政体が責任を負うことになります。その時のトップはもちろん市長でありますが、私ども組織としてですね、部を横断的に取りまとめるということでございますので、その計画プランナーというところでは私が責任者になろうかと思います。岩永議員。ありがとうございます。副市長自らですね、私が責任者だというふうにお答えをいただいて、大変私は心強く思いましたので、今後ですね、またどんなふうに進んでいくのかということも含めてですね、しつこく問うていきたいというふうに思っています。それでちょっと時間がありませんので、次のところに行きたいんですけど、つまり私はですね、その今の活性化ということも含めてですが、箱がですね、錆びついたものも取れですね、きれいになっても中身が錆びついてたらすっごい困るんですよね。ということで、少し財団の方向性についてお話をしておきたいなというふうに思います。昭和のさっきね、新しい文化の創造と発信っていうのは、どんな内容かっていうことを伺ってみたんですけど、それのこの内容ではね、予測していたように、ありきたり の答えが返ってきたんですよ。新旧住民の融和みたいなところの中でコミュニティを醸成するというふうなところが返ってきたんですが、しかし考えてください。昭和62年にパルテノン多摩が建設されてから、市内でコミュニティセンターはいくつ増えたでしょうか。公民館新しいのはいくつ増えたでしょうか。こんな事実から考えたとき、コミュニティ醸成の場、その時パルテノン多摩に求められていた役割、今も求められるものなんでしょうか。東島クラシス文化部長。
建設当時から公民館が増え、またコミュニティセンターも8館というところで、そうした意味では身近な場所でのコミュニティセンターというのは、コミュニティというのはそういった場も増えたというふうに認識をしております。ただですね、パルテノン多摩がこれまでになったのは、そういった地域のコミュニティというよりも、やはり一つの文化芸術を通したコミュニティだったというふうに思います。例を挙げるまでもなく、全国発信できるような団体がそこでは多く今生まれて活動をしております。そういった中のコミュニティということで、コミュニティの醸成というふうなことを使っておりますので、もちろんどちらが大切ということではございませんけれども、やはりパルテノン多摩がしっかりになってきたコミュニティ醸成というものも一つあるというふうにご認識いただければというふうに思っているところでございます。岩永委員。パルテノン多摩が、できてからいっぱい場ができたわけですよ。ですので、そういう場がある中でのパルテノン多摩というふうなところの中では、そこでやらなければいけないコミュニティの醸成がどういう内容であるのかということについては、もう一度ちゃんと吟味をする必要があるということは指摘をしておきたいと思います。それからもう一つです。先ほどの答弁の中でも、市民の自主的な文化活動を支援してきたというふうなお話がございました。パルテノン多摩で行っている市民活動の支援というのは、例えば公民館で行っている市民活動の支援や、暮らしと文化部の文化推進というふうな部署で行っている、いわゆるその市民活動の支援とどこがどう違うんでしょうか。遠島暮らしと文化部長。パルテノン多摩が持っているノウハウを生かした支援ということになると思います。細かく言えば、パルテノン多摩はやはり、公民館や我々が持ち得ない芸術性のところ、あるいはかなり専門性の高い舞台演劇のところ、そうしたところのノウハウを持っているところでございます。そうしたノウハウをしっかり市民のところで伝えて支援をしていくということも、やはりパルテノン多摩のならではの支援のあり方であるというふうに考えております。今お答えをいただいたけど、私はその答えでは全然納得もしないというふうなところを後で明らかにしておいていきますので、今のところは聞いておくだけにしておきたいというふうに思っています。それでですね、先ほどお答えの中では、今平成28年度からいろいろ文化庁の補助ももらってやっているというふうなことがありました。この方向性をより明確化をして、より積極的かつ継続的に実施していくことが課題であると考えておりますというふうな、そういうお答えがありましたけれども、主語がないんですけど、この文章の主語どこでしょうか。市なんでしょうか、財団なんでしょうか、そのどちらでしょうか。遠島部長。基本的には市と財団両方であるというふうに認識をしております。岩永議員。市と財団が、両方でその目的、事業展開、今後どうしていくのかというふうなところについても共有化しなければいけないというところだけは、今ここの段階では確認をしておきたいと思います。それでお話をするんですけれども、平成28年からやっていらっしゃるプログラム、さまざまやっていらっしゃっていいなというふうに思うんですが、これらの事業計画というものはどこが、いわゆるそのどういうふうな議論の中から構築されているものなんでしょうか。運営の根幹にも関わるところかなというふうに思っているんですが、こういう事業を組み立てていくとき、どのような流れになっているのかお尋ねをしたいと思います。遠島部長。パルテノン多摩の事業につきましては、これは数年前から少しずつ準備を始めていくというふうな性質であるということでございます。その意味では、その数年前のところから、まずは財団の方でそうした事業の計画を立て、
まあ、そうしたものを今度市の文化市民協働課の方に調整を図り、最終的には理事会評議委員会のところでご承認をいただくという形で構築されているところでございます。岩永議員。そういう意味ではかなりですね、財団は市と一体的だというふうにも感じてしまうんですけれども、そういう認識でいいのかどうかお答えをいただきたいと思います。東島部長。そこのところは、まあ、細かい、どこと、まあ、要するに、どこのオーケストラとかそういうところはやはり財団独自で、事業を構築しますけれども、やはり考え方として、こういうふうな方向が望ましいのではないかというふうな協議検討はですね、市の方と財団の方でやらせていただいているというところでございます。岩永議員。まあ、今かなりですね、やっぱり市とパルテノン多摩というのは、まあ、別 の、まあその団体でありながらも市の文化行政を担っていくときに、まあ、いわゆるその車の両輪と言っていいのかどうか分かりませんけれども、共に歩んで進んできたというふうなところは少し明らかにできたのかなというふうに思っているんですね。でその中で私は6月定例会の時にも聞いたんですけれども、非常に重要な観点があるんじゃないかなというふうに思っています。まあ、これからですね、策定委員が今後の運営のことについても議論を進めていくというふうに聞いているわけですけれども、まずこの策定委員会が運営のことについてどんな議論をするのかというところがまず1点お答えをいただきたいところです。それから私は6月定例会の際にはいわゆるその大規模改修後の運営についてどう考えるのかということについても、やはり早い段階できちんと結論を示し、その後のその財団の在り方にも大きく関わることだからというふうなところをご指摘をしたかなというふうに思っているんですが、そのことについて今どのように検討されてきたのかということについてお答えいただきたいと思います。戸島部長。策定委員会のところでは後半のところは運営のところ、運営の関係を検討していただきたいと思っています。その内容はですね、またこれから新しく生まれ変わろうとするパルテノン多摩にふさわしい事業内容、運営内容、そこのところをいろいろな諸々の社会条件あるいは社会状況の変化の中からですね、どういう運営が望ましいのか、そういったところを議論をさせていただいた、いただきたいというふうなことで考えております。それと大規模改修後の進め方といいますか、その辺のありよう、管理者のありようということでございますけれども、施設予約あるいはその改修後の予約ですね、それとあと複数年にわたる事業ということを考えますと、事務的なことを考えたとしても、やはり今後のどういうふうな運営形態を今後求めていくのかというところを早急に議論して結論を出さなければいけないというふうに考えております。その意味では近々にこれは検討を始めたいというふうに考えているところでございます。いずれにしましてもその財団とのありようも含めてですね、その中で検討をしていきたいと考えているところでございます。岩永議員。もうなんか何が何だかやっぱり全然分からなくなりながら再質問しているので申し訳ないんですが、さっきね、私は多摩市と財団というのはかなりその一体になってね、文化行政に取り組んできたという前提があるというふうにするならば、今後も多摩市にとって財団は必要なのかということをやっぱりちゃんと議論しなければいけないんじゃないかなというふうに思っているんです。そのことについては議論しているのかどうかお尋ねをしたいと思います。東島部長。財団につきましては、設立当初からですね、やはりパルテノン多摩を運営するための組織として設立したものでございます。当初は指定管理者制度がなく、直営かあるいは第三セクターしかその辺 の公共施設というものは管理はできませんでした。その中で、こういった事業の柔軟性を考えて財団を設立したと
というふうな経過をたどっております。それ以降財団と市が両輪でやってきたという中では、市としては多摩市にとって財団は必要なものというふうに考えているところでございます。ただ今後リニューアル後についてはやはり求められるものもいろいろあると思いますので、その辺のところをしっかりと議論をしながらリニューアル後の指定管理というあり方について議論をしていきたいというふうに考えているところでございます。岩永議員、そのリニューアル後の、ね、視点管理のあり方について議論するっていうその答弁が全く意味がわからないんです。私正直言って財団は必要なんですか？これからもパルテノン多摩の運営をしていくにあたって財団が必要だというふうに考えておられるのかどうかということについて、私はまずはっきりとお答えいただきたいと思います。なぜこんなふうに申し上げるのか。先ほどね、文化とか芸術とかそのノウハウがあるとか専門性があるっておっしゃっていましたよね。確かにかつてはそうだったかもしれない。でも今後の文化振興財団の組織がどうなっていくか、資料をいただきました。このまま推移をしていくとどうなっていくんでしょうか。お答えをいただきたいと思います。東島部長。基本的に先ほども申し上げましたように、所管といたしましては、パルテノン多摩の運営、そういったものは過去のノウハウの蓄積あるいは、状況、そういったことも考えて、財団の方がふさわしいというふうには考えてはおりますけれども、ただしやはり財団にもいろいろ今課題があるところでございます。その辺のところはしっかりと改善を図ることができるかどうか、その辺のところも見定めながら議論していきたいということでございます。岩永議員、所管としては財団がふさわしいというふうに考えているというふうにもお答えをいただいたかというふうに思っているんですが、そのことについてもう一回ちょっと確認をしていきたいと思います。それからもう一つなんですけれども、改善が必要だと思っているとか言ってすっごい他人事のようによくそんな答弁できますねと思います。だって財団の理事は部長じゃいるじゃないですか、経営陣の中に。で、協議会の中にだって副市長いるんですよ。経営陣の中にどっぷり入ってるのにその他人事の答弁何ですかって思うんですけれども、もう一度ご説明いただきたいと思います。戸島部長。特に他人事ということでご答弁をしたということではございません。はい、もちろんパルテノン多摩を運営する際にですね、今までも財団としてはいろいろ内部改革を進めてまいりました。それとあと、先ほど28年度以降の、事業についてもご紹介がありましたけれども、いろいろな事業の方向性を変換を図ってまいりました。そういったところはしっかりと評価すべきだというふうに考えているところでございます。ただまた今後それを継続的にやっていくにはまたいろいろな条件があると思います。それは私が理事でありまた評議員が副市長ということで中に入っておりますので、その辺のところはしっかりと中でも議論をしていく必要があるというふうに認識をしておりますし、また行政の立場としてはそこら辺を支える考え方の整理というものをしっかりしていかなければならないというふうに考えているところでございます。岩永議員、非常に不安ですよその答弁。そんなこと言ったってね、きっとねこの議場にいる人ほとんど理解できてないから、これから何をやっていけばいいのかっていう方向がね見えないと思います。それは28年の事業についてはね、いろいろ評価できるかもしれない。それで内部改革についてもね、一定程度評価できるのかもしれないけど、私が聞いてるのはその結果どうなったのかっていうことを伺っているわけですよ。28年が終わったらパルテノン多摩今何人いますか、財団にそのうち何人お嫁になりますか、そういうことを具体的にちょっと説明いただきたいと思います。
長尾副市長。はい、すみません、人数その他の数字についてはまた所管の方からお答えさせていただきます。一連の答弁というかご質問の中で明らかになっているように、パルテノンの運営には市が非常に関わっております。評議員が6人だったかな、評議員が5人、理事が6人だったと思いますけれども、その中にそれぞれ評議員会5人のうちの1人が私でございます。でこれが最高の意思決定機関ということですから、当然その市の考え方、そういったものを反映して文化行政を司っていただく、事業を運営していただく、そのための財団であります。そういった意味では財団は非常に重要な団体だというふうに思っていますし、こういったところにお任せするのが一番自然なんだろうというふうに考えています。ただ暮らしと文化部長はちょっと非常に今答えにくい状況になっているのは、これまだ組織として決定がまだできていないという部分があります。でこの部分についてはですね、私ども早急にというふうに先ほども言いましたけれども、私としてはもう12月の議会ではちゃんとご報告ができるような形にしていきたいというふうに考えております。あと人数についてお願いします。東島暮らしと文化部長。人数につきましては臨時職員も含めてということの数字でございますけれども、平成28年度18人でございますけれども、平成29年度には12人、30年度には10人、そのような状況になるということでございます。岩永議員。つまりね、組織がだん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 自利品になっていくわけですよ。そんな中で先ほどね、お話しいただいてたようにね、ここはね、これからもね、市民にとって、しかも市の内外、市内と市外に、ちゃんとここをね、芸術性とかそういうものを持って、市民の文化を発信していく拠点にすると、それに見合った組織にしていかなければいけないわけですよね。そういうことをどう考えてるんですかっていうことに対して、ちゃんと回答しなければいけないと思うんですよ。でその議論をやっぱちゃんとしていかなければいけないし、あまりこれ以上突っ込んでも困ると思いますので、副市長からは12月定例会でもこのことについてはちゃんと報告できるようにしていきたいというふうなお答えをいただいたから、その時にいただけたらなというふうに思っていますが、いずれにしても本当にこのままですね、財団きちんとどういうふうに経営していくのかと、経営者を、ね、1人、ね、入れ替えるというか、経営哲学を持った人を入れればいいというふうなお話もあったけれども、そうじゃないんですよ。もう人数が減っていくから、そこに対してどう手当てしていくんですかと。そんな、ね、人員、市民の文化活動を支えられるような人っていうのは、そんな一日そこらで育つものじゃないんですよ。しかも多摩市の地域特性、風土、いろんなことを理解するということに時間がかかります。やっぱりそういうことを含めて、いち早くね、ちゃんとした方針を出して、そこを財団に示し、改革を進めていく、その上でもし必要だったら、経営哲学をしっかりと持っている人、ノウハウを持っている人材を館長としてつけるべきだというふうに思います。とはいえ、こういった人材をつけるためにはお金が必要なんですよね。そこでやっぱり先ほどお答えにあったからこれ以上言いませんが、やっぱり文化行政どういうふうに進めていくのかという議会とのコンセンサスが必要ですし、そのことについては今時間がないから詳しくは申し述べませんけれども、策定委員の本杉先生もちゃんとそのことについては指摘されていたかと思いますし、私も6月定例会の中では、文化施設の条例、設置条例の内容も見直した方がいいんじゃないかっていうふうな指摘もしておりますので、そういったことも合わせてぜひですね、議論をしていってもらいたいなというふうに思います。それから、次のところですよね。とても重要なところはやっぱり市民とどういうふうに情報を共有するのかなというふうなところなんですね。私は6月定例会の時にはより多くの人に意見を聞いてもらいたい、どういう工夫をするのかというふうなことを言いました。先ほどの答えの中では、若いその世代の意見を収集を目的としたワークショップを予定しているというふうなこともありましたし、パブリックコメントを取るというふうなこともありました。でもこれみんな手上げ方式なんですよ。興味関心のある人しか来ないんですよ。それ以外の人にどう広げるか、その工夫についてお尋ねしたいと思います。東島暮らしと文化部長。それにつきましては、これから説明会も行いますが、特に無作為抽出のアンケート、
こちらについては実施をしていきたいというふうに考えていることと、あともう一つは、これは9月の補正の中でお願いしている件ですけれども、シンポジウムを開催して、新しい公共ホールの在り方について、理解を深めていただく、あるいはそこでご意見をいただく、そういうふうな取り組みをしてまいりたいというふうに考えているところでございます。岩永議員。無作為抽出のアンケートっていうのがお答えなかったからやらないかなというふうに思っていたんですが、どこかでやることに変えたのは大変良かったなというふうに思います。人が足りません、本当に。死にますよ、担当者こんなことやってたら。そこだけに業務が行って、どういう応援体制を組もうと思っていらっしゃるんでしょうか。今私がいろんな方面から指摘しただけでもやれないことがたくさんあるじゃないですか。その上にまた答弁ではなかった無作為抽出のアンケートやるんですか、どうするんですか、お答えいただきたいと思います。中村総務部長。組織のことということで、今いろいろ議会からのご提案がある中で、本当に組織でやりきれるのかという話がございました。でそれにつきましては、6月議会でもご答弁させていただきましたけれども、4月以降事業が進む中で、いわゆるパルテノンタワーについては施設の改修だけにとどまらず、いわゆる多摩市としての文化行政の在り方であったり、新たな施設の機能の問題であったりと、いろいろ議会で提案またご意見いただいております。市民の方からもいただいております。そうした中では、4月以降、6月以降ですけども、私の行政としても、いわゆる組織が、その段階で4月の段階が全てそのままコンクリートされていくということではなくて、その時の状況判断の中で必要な時期に必要な手立ては必要やるべきだということをご答弁させていただいてございます。それについては、組織全体の中でですね、全体のパンがございますので、時期ですとかその手当てというのは明確には申し上げられませんけども、それについては十分秘書はじめ認識しているということでご理解いただければと思います。また先ほど今後パルテノン多摩、失礼しました、振興財団の人員について、先ほど部長の方から28年度29年度以降のお話がございました。臨職を含めて、今18から12になりということでございますが、市の職員も今29年の帰任のを予定している職員が2名おりますけれども、ただしそれにつきましても、引き続きまた人は変わるけども、その派遣については検討しておこうと思っておりますし、その減るのが今ここで大規模改修を予定している中でですね、今いる全体の18名の人員が必要かということは振興財団の中でも検討されているのではないかというふうに思っております。ですので今の人員が縮小していったまま、その後この後その人数でですね、新たな委託を受けて新たな施設で運営するということはないというふうに考えておりますし、振興財団の中でもいわゆる多摩市が取り組んでいる人材育成と同様にですね、いわゆる劇場法に基づいた人材の育成ということは当然財団としても今後も今までも取り組んでいるというふうに認識でございます。長尾副市長。それから組織内の応援体制なんかの話でございます。こちらの方につきましては、今先ほどの質問にございましたその地域 のデザインだとかイベント、あるいは運営の話をどういうふうに考えるか、多摩センターのエリアのまちづくり、こういったことも含めてですね、あるいはそのこちらの方は今どこだ、市民経済部かの方でもって今その多摩センターの活性化のチームは持っている、まず持っている、こういったところを動かしていくというのが一つ。それから内部的町内的な応援体制という話でいうと、今の企画の方の施設政策の担当の方ラインが今このパルテノの方にも協力体制を取ってきている、同じく施設保全も同様というところで、協力体制としては内部的にもそういったものを整えているというところでございます。岩永議員。いずれにしてもね、皆さんがね、こうね、私たちに示しているスケジュールの中でやろうとすると、どっかに無理きたすんじゃないのということを大変心配してるんですけど、そのことについてはもうそれでやるっていうんだから、やるからには冒頭で申し上げたように言い訳はできませんから、きちんと見合った情報を提供し、議会ともやり取りをし、そして市民にもちゃんと参考していただく、このことの場を設けていただきたいというふうにまずここの場では言っておきたいと思います。先ほどですね、総務部長のお話の中で、大規模改修の時は18人とかね、多い人数が必要かというふうなお話がありました。必要です。
なんでかっていうと、オープンした後どうするかっていうので、この文化のね、芸術の授業っていうのは今企画書書いたら次の日からできるってものじゃないんですよ。2年とか3年とかちゃんと仕込んでやるんですよね。そういうことを重なり合ってやらなきゃいけない。なおかつ人も育てていかなければいけないんですよ。もう辞める人がもうその次々ね、こう見えてくるわけだから、そういったことも含めて考えていかなければいけないから、まあ18人がね、多いのか少ないのかとかっていうのは、まあ、今後のその事業をどうしていくのかっていうふうなところとも関わってくるというふうに思うんですけれども、ぜひですね、今お話をしたように、まあ、大規模改修中は館を閉鎖するから人数が少なくていいんだというふうな、もしねご見解が終わりなのであれば、それは違うということをぜひ認識をしていただきたいというふうに思っています。それから確認なんですが、まあ、いわゆる80億円のコストのことが今後ますます問題になっていくかと思います。でこのことについては、まあ、CM 業者、事業者に、まあ、これから管理をしていただくようになるかなというふうに思うんですけれども、まあ、この方々っていうのはあくまでも劇場建築についてね、知見は生かせるかもしれないけれども、その後の劇場運営というところにまでノウハウを持って今回のホール改修を考えているわけではないというふうに私は思っているんですけれども、所管の認識はどうかお尋ねをしたいと思います。東島クラシト文化部長。CM 業者につきましては、ご質問者おっしゃられる通り、運営までというところはノウハウは持ち合わせておりませんので、その辺のところはCM の業務から少し離れるのかなと思います。ただ運営について適切にアドバイスを受けるような何かしらの工夫、専門家の知見がいただけるような工夫についてはちょっと今後考えていきたいというふうに思っております。岩永議員。もうちょっと補足します。分からない方もおられるかもしれない。どういうことかっていうと、今後ね、例えばどういう例えばこの催しをやるのか、それに必要な機材、どういう設備がふさわしいのかっていうのがあるわけですよ。要は行政ってなんかこう事業者とかから言われちゃうといらないものまで買い込んじゃう習慣があるっていうんですかね。なんかこうまあとりあえずこれでやってくれよとか、専門家じゃないからわからないから、とりあえずこういうものが必要ですよ、これが標準設備ですよとかって言われたら、それをね買っちゃうんですよ、どうしてもね。だから例えば学校とかでもそうですよね。パソコンと一緒になんかいろんなものがついてね、これ必要ですよ、あれ必要ですよって言われて買ったものがね、ちょっと前まで例えばね、パソコン室の奥で眠ってるとかっていうのはざらにあるわけですよね。こういうふうになってはね、やっぱもったいないというふうに私は思いますので、やっぱりそこはきちんとね、その劇場ホールをホールの建築コストを下げるというふうな意味での専門家はもちろんいるでしょう。でもそうではなくて、その中でね、今後どういう事業運営をやっていく、そこにこういう設備が必要だっていうようなところでもちゃんとしたやっぱりその知見の持った方を入れていかなければ、まあ、事業者の言い値になってしまうわけですよ。例えば分かりますか、今音響設備が何がいいかって分からないと思うんですよね。例えば安いなと思ってそれを買ってしまったら、実は2年型落ちのものだったっていう場合もあるって聞いてるんですよ。こういうことになったら全く自分たちはいい施設を作ろうっていうふうに思っているのに、直そうと思ったらもうこれ型落ちでね、昔のものだから直す分野ありませんでしたっていうこともあるわけで、そういうふうに騙されないようにしなくちゃいけないですよというふうなところで、私はぜひその後の事業運営にもつながるところで、今回のそのパルテノン多摩の大規模改修についてアドバイザーくれる、アドバイスをくれる人をね、ぜひ、まあ、どういう形ででもいいのでやっぱり得てほしいなと、ネットワークを生かしながら、もしかしたらその基本計画のね策定をこう受けてくださっている建築のアトリエさんなんかもそういうふうなノウハウをお持ちかもしれませんけれども、そういう視点で自分たちはいわゆるその基本設計を発注してるんだという姿勢なんですよ。ちゃんと分かってるよそのことがという姿勢を見せることによって、ちゃんと事業者は意識をします。ああこの人たち全然分かんないよねっていうふうに思ったら足元見られちゃうから、絶対そういうことがないようにしてくださいねっていうふうに私は思っておりますので、そのことは本当に強調しておきたいなというふうに思います。まあ、あまり時間もないので、まあ、今日は皆さんとどこまでやり取りが深められたのかっていうことは分かりませんが、
まあ、私はとにかくですね、もう聞けば聞くほど何が何だか分からない状態なので、もう一度ですね、12月の定例会の時にはもう少しですね、組織体制も強化をしながらか分かりませんが、人も増やしてちゃんと議会に分かりやすく説明をする、議会に分かりやすく説明をするということは市民に分かりやすく正確に情報を伝えるということですので、やっぱりそこは意識をして皆さんには仕事をしていただきたいなというふうに思っています。見方を変えると、こんだけ、ね、多くの市民とその生活からかけ離れていたパルテノン玉というですね、ところに存在したパルテノン玉がね、こんなに注目が集まってきたっていうのは、私はね、とってもね、いいことだというふうに思っています。で、それは何でかっていうと、パルテノン玉って、物の豊かさの時代の建築物なんですよ。で、それはね、何なのかって、拝金主義の時代に、ある意味で建築されたものなんですよね。それはね、あの時代を思い起こすと分かると思うんですけど、私もその頃高校生、中学生ぐらいだったかしら、みんなが次々にブランド物のバッグ買い込んでいくわけですよね。そういうのと同じように、よし、うちの町でもやっぱりこう香り大会芸術をと思って、身の丈に合ってるかどうかっていうことをね、ちゃんと吟味をしないまま作っちゃったわけですよ。で、周りから素晴らしいねって言われる、まあ、そういう物の豊かさの象徴みたいなところが、私はパルテノン玉ではないかなっていうふうに思っています。でも公共施設っていうのはやっぱり自治体の役割をきちんと実現できる場所じゃなきゃいけない。私たちが自治体の役割として、やっぱり一番究極の目的として意識をしておかなければいけないのは、やっぱり市民福祉の向上だと思うんですね。どれだけ市民の生活を幸せにすることができるのかっていうふうなことだっていうふうに私は思っています。今の状態じゃもう持ち続けてることが不幸なんですよね。残念ながら皆さんの答え聞いていても、本当はもっとワクワクして楽しい議論していきたいのに、なんかこうこっちが質問するの悪いかしらって思うぐらいね、暗い顔してね、聞かれたくないっていうような顔してこう出てこられて答弁されると、もう気がめいっちゃうなっていうのが正直なところなんです。そういう意味でやっぱりね、今回の大規模改修のプロジェクトについてもっと楽しい方向で議論しましょうよ。もっと多摩センターの街こういうふうにしようよ、子どもたちのためにっていう方向に持っていきましょうよって、私はそういうふうに思っています。で、そのためにも先ほど副市長からは自分がプロジェクトの責任者だ、ちゃんとやっていくよっていうふうなお答えもいただきましたので、その言葉通りに組織も整えていただきたいというふうに思っています。病院は人の命を、ね、治して体を治すところだというふうに言われています。で、じゃあホールは何なの、そこはね、人の心を救って癒して感動を与えるところだというふうな、私はそういう文章を読んでとっても感動しました。そして創造性っていうのはやっぱり人を勇気づけて自信を持たせて、そこで生きる喜びを得ていくんじゃないかなというふうに思っています。だから私はやっぱり公共ホールってとっても大事だし必要だというふうに考えています。そういう意味ではパルテノン玉が本当に人をね、幸せにできるような施設になっていけるのか、そこを支えていける場所になっていけるのかということをもっと真剣に考えていかなければいけないし、その真剣さを持って議会にも臨んでもらいたい、市民ともきちんと意見交換をしてもらいたい、そのことを切にお願いをしておきたいと思います。市長からのご答弁をいただきたいと思います。安倍市長、今質問者もおっしゃったようにパルテノン玉についてはですね、本当に多くの市民の皆さんが注目をしておられます。これは確かに今回の議会の柳川さんだけではありません。もうすでに遠藤千尋議員も自治議員も質問されておられます。この後も質問を控えていらっしゃる方もおられます。で、今最後に言われたように、私たちの町自体もですね、高度経済成長の中でまさにタマニュータウンはある意味で働く人たちの町として誇りとプライドを持って生まれたはずです。で、その中でパルテノンタマだけがもうおっしゃってる話聞くと、質問者はそうは言われてないんだけれども、もうこれをなんとか残していきたいって言うんだけど、どうしてもやっぱりそれがきちんと説得できないとお荷物になってしまうではないか。で、まさに私としてはお荷物ではなくて、やはりパルテノン玉があるからこそ多摩市だけでなくこの多摩ニュータウン全域がですね、元気になっていく道をやはり模索していかなければならないと思っています。で、今人口減少化超高齢社会と言われていますが、それだけではなく一方で、地球温暖化であったり、私が危惧しているのもやはり時間あたり先日57ミリという
積算雨量ありましたが、本当に100ミリを越していく雨がパルテノン多摩含め多摩センターエリアに降った場合にですね、今のままではパルテノン多摩本当に厳しい事態になるだろうというふうに私も思いますので、市民の皆さんの命と暮らしを守っていくためにも、またパルテノン多摩が単に劇場だけでなくて心の癒しの場であり、文化を創造していく場であり、またパルテノン多摩自体が今申し上げた安心安全な施設として維持できていくためにもですね、ここは時間がない中できちんと決断をしていかなければならないと思っています。またスケジュールその他については私もしっかり先ほど話が出ているように担当所管部長また副市長も話をしておりますので、そのあたりをしっかり私も聞かせていただき、誤りのないように判断し進めてまいりたいと思います。岩永議員。まさに今市長がおっしゃいました時間のない中での決断をしなければいけないとおっしゃいました。その決断をしていくために必要な議論をやっぱり積み重ねていかなければいけないというふうに思っております。80億円というコストの問題、本当にこれが高いのか安いのかということではないというふうに思っているんですが、やっぱこれだけかけてパルテノン多摩がもう一回輝けるのかというところに対するみんなの確信をどう作っていくのかというふうなところだと思っています。ぜひですね、このパルテノン多摩の活性化というのが、このパルテノン多摩の大規模改修ということだけではなくて、多摩センター全体の活性化というふうなところにつなげていくんだ、やっぱりそこに対するもう少し町内全体のまとまりと、そしてまた市民との議論と議会との議論とというふうなところをやっぱりうまく組み合わせていくということがやっぱりとっても大事だというふうに思っておりますので、ある意味でプロデューサーとしての副市長の手腕に今後期待したいというふうに思います。以上です。岩中久坂議員の一般質問は終わりました。お分かりいたします。本日の会議はこの程度にとどめ宴会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本日はこれにて宴会することに決しました。本日はこれにて宴会いたします。